はい、こんにちは。じゃ、今崎です。最近一つ悩みがあって、よく階段から落っこっちゃうんですよね。これがまたどうしたもんかなって。なんかこう、お年を取ってくると脳機能とか筋力の低下があって階段から落っこちやすくなっちゃう、転びやすくなっちゃうよねみたいなのがあったりとかして、まだそんなに24ですし若いはずなんだけどなと思って。今日はね、今日はそんなことないと思いますよ。今日は別に階段から落ちないと思いますけど、まあ、そういう悩みがあるよっていうのだけ知っといていただければなというふうに思います。でもとりあえずさ、はい、まずこの階段からこれで落ちんのか。まあでもちょっと急だけど、そんな難しい階段じゃないですよ。普通の階段ですよ。普通だね。うん、これはミスんないでしょ。いいくらいその落ちやすいと言えよ。こんな階段で落ちてたら俺も相当末期だと思うよ。うん、すいません。上りはだって上りでも落ちちゃう。上りは難しいから。下りの方が楽とね。当たり前じゃないですか。何言ってんすか、うん、左だよ階段は。滑っちゃって舐めてる。絶対大丈夫だよ。いやでもさっき最近落ちちゃうんですよねって言ってたから、まずはこんぐらいからやるか。別に普通に降りるだけだもん。うん、じゃあ行きますよ。お願いします。じゃあ今のギリギリセーフだよね。いやめっちゃ落ちてきた。がっつり落ちてる。急すぎた、ちょっと。いや、さっき急じゃないっつって。いや、あの、上行ってみれば分かる。見た目以上にやっぱ急だった。あ、本当に？うん、そういうことってあるじゃない。まあ、だから、ギリクリアでいいね。いや、まあ、いや、ギリ。だって、降り切ってはいるから。途中で、これで降り切れなくて、そう死んだら俺はアウトだと思うけど。うん、最後まで降り切れたから、まあ、ギリセーフというか。いや、ギリセーフね。まあ、階段があればね、どんどんやっていこうか、じゃあ。これはそんな難しいことじゃないけどね。あれ？あっちに。もういかにも落ちてくださいね。今ばかりの螺旋階段。螺旋階段。螺旋は難しいよ、降りるの。まだ柵あるからね。柵あるから、せ柵ない階段をぐるぐる落とそうとしてた今。螺旋階段目回っちゃうからさ、途中でね目が回ってきてヨロヨロしちゃうことはあると思うんだよね。ここだけ不安だけど、やってみる。まあせっかくだから。そうだね、まあまあせっかくだしね。ちょっと危ないよ。もうちょっと、もう目回ってるわ。うん、ちょっと本当に危なそう。いやっす。お願いします。じゃあ大丈夫。でも降り切れましたよね。いやこれリプレイ検証。リプレイ検証しましょう。一回一回じゃあリプレイ検証、うん、どうぞ。ということでね、まあでもここに立ってこうやって喋れてるってことはセーフで、まあじゃあギリセーフで、あざす。でもまあ普通にあの階段確かに転んじゃうけど降りれてるわ、うん、別にこれいつも通り、いつも通りこんなものはあの何にも問題ではないね。ちょっと不便そうだけどね。あ、いやいや、そんなことないよ。日常で全然むしろ人より早く降りれるから便利。あ、そうなの。うん、エスカレーター使わなくていいんだから。そもそも階段をちゃんと足ステップをね足で踏んで降りようっていう考え方が、うん、多分世間に広くはびこってるのが良くないんじゃないかなと思うんだよね。いや、やっぱ不便よ。いや、全然大丈夫。いつかだって死ぬよ本当に。こんなことやったら確かにね。それどういう、それどういう意味で。これはもう本気のアドバイスよ。確かにね、うん、ほらほらほら。たったもう2段しかない。来ましたね、次の階段。来たね。これは2段モーションだね。岩隈階段。でもね、俺思うのよ、さっきの公園の階段ってさ、ちょっと作り荒かったじゃん。まあちょっとボロボロだったでしょ、うん、公共事業万人受けする階段なのよ。これで落ちてたらよ、こんなとこで俺が転んでたらおじいちゃんおばあちゃんが危ないの。急ではなさそうだよね、うん、急ではなそうだね、見た感じは、うん、これはまあ公共事業だからね、うん、これぐらいの、うん、普通に降りれば多分大丈夫だから、うん、大丈夫そうですね。大丈夫そうだ、うん、行ってみます。頼むからちゃんと降りてきてくれよ。もちろんですよ。
何言ってんすか。そっから登るのね。次は。やってみます。はい、お願いします。いいじゃん。え？できたよ。めっちゃちゃんと降りれてたじゃん。ちゃんと降りれるじゃん。それだよ。その感覚だよ。なんで？油断した。舞い上がってた完全に。調子乗ったね。調子乗ったわ。いや今のはちょっとヒヤッとした自分でも。これは本当にすいません、東京都のミスじゃないです。僕が今油断してました完全に。僕が悪いです。最初はね良かったけど最後の方はちょっとまた失敗かな。そうだね。リプレイ検証してく？リプレイ検証一応しましょう、うん、本当に失敗だったのか、うん、お願いします。はい、失敗ということで。ただ未来ある失敗だったらちゃんと降りれるってことが分かって、その中で油断しちゃいけないぞっておごりが出ました。だからこれおごりさえなく精神的にも身体的にも研ぎ澄ませていけば階段なんか簡単に降りるってことだね。もう一回練習しといていいよ。ここできなかったから、うん、いいよ。降りれてる。降りれてんじゃん、うん、降りれてるわ。いや普通降りれるんだけどね。それ言っちゃうと、うん、動画の趣旨がおかしくなっちゃうから、普通降りれるけどねじゃないの。降りれるよ別に。話し合いしますか。降りれますよ。ちょっとなんかじゃあこの今のいい状態ででけえ階段とかに挑みたいっすよ。確かにもうちょっとロングな階段欲しいね、うん、こんななんか四天王にも入れないような階段とは付き合ってらんねえなってあります、うん。じゃあ探しますか。お願いします。ステップ and ステップ。私の歩幅で頬に濡れてる風感じてみて。そろそろ大きい階段があるらしいですけど着きましたよ。こちらです。これは史上最長だね。これは史上最長だね。いや俺もさ階段やっぱ苦手だから避けてきてる。こういう大規模階段はほとんどもう使ってないね。危ないもん。確かにさっきまでの映像を見る限りちょっとやめた方がいいなって。やめた方がいい。もう多分だけどさ、多分だけど落ちるじゃん。多分だけどやるよ、精一杯やるよ。万が一落ちちゃったとして危なすぎないかっていうところで。じゃあ降りてみますか。うん、まあ、登るのがまず大変だから一回じゃあ一緒に上まで行きますか。俺がどのぐらいの角度に挑んでいくのかっていうところ。ああ、そうね。もうねちょっと緊張してるからね、登りでのミスの絵とかはもう作らない。普通に登るも普通に登る。うん、登れんだから。登りはできるんだから。ちゃんと登りたいね。ミスしましょうとかおかしな話。登りでミスしましょうとか下りでミスしましょうとかいう、うん、その動画の作り方自体が俺も。おお、これは危ないね。デンジャラスですね、かなり。え、本当にやりますか。いや、やるしかないし、ここまで来たら。さっきまでのを繋いで、ワイコの動画にみたいなのではダメで、ダメで。いや、もうダメだよ、それ。これがやっぱり目玉だから。そうだね、目玉の階段ね。この階段ありきだからね。ちゃんと降りるって何、この場合のちゃんと降りる。まだ前に失敗してもらった。しっかり気持ち入れて挑みます。これやらしてもらうわ俺は。大丈夫かな。いいっすよ。降ります。はい、生きてる？生きてるよ。ああ、危なかった。降りられないかと思った。途中だって回転してたもん。
途中回転してたよね、うん、俺見たことないよ。階段で空、階段で空って見ないじゃん普通。丸見えの瞬間あったよ階段で。 ちゃんと降りれたかどうかリプレイした方がいいですよね。すいません、じゃあちょっとお願いします。リプレイ検証いかがでしたでしょうか。やはりこれは本部の方がですね本部の方がですね、ちゃんと降りれたと言ってくださるかどうかにかけたいと思います。これは私たちではもう判断しかねますので、それではじゃあ本部本部じゃないけど泉は階段を上手に降りれるか、判定の方ちょっとよろしくお願いいたします。判定ははいセーフです。よっしゃ。まあ、だって生きてるもん、うん、それが一番何よりだから、うん、生きてるのは当たり前としてさ、うん、折り終わった後にもう骨とか全部折れてますとかだったらこれはもう成立しない。それはおふざけ動画にもならない。ただ見てピンピンしてる。確かにね、ピンピンしてる。皆さんの中にもね、階段降りるの苦手だなーって、いや階段に限らない、何か物事苦手だなーって思う人いると思います。でもそれでも失敗を怖がらずにどんどんチャレンジしていくことで道は開けると。それでは夢への階段上がってきます。全然上手に見せなかったわ。通常向けていい？いいよ。それでは皆さん夢への階段駆け上がってきますわ。なんか上手にできなかったのよ。まあいいかこれで。いいよ。最後の階段が降りてくるのが一番上手でした。ありがとうございました。